まあ、前半うまく入ったんですけど、終了間際に、ちょっとバランスを崩したところを疲れまして、失点してちょっとプランが変わりました。で後半も2点失点したんで、前からだとこう、なかなか相手を剥がすことができず、逆にカウンターという形で失点していて、前半の締めのところはちょっと今日残念な結果で、最後までそれを引きずっちゃったかなっていうふうに思います。まあ当然、サッカーの場合ミスゲームだと思います。で今日のゲームを見てもいただいても分かるようにミスがすごく多かったっていうので、個人の技術のところも当然あります。で個人の力負けっていうところも当然時間によってありました。でそれとまあ経験のところも、それを打開する経験っていうのもコミュニケーションっていうのも必要だと思うし、当然ベンチワークも必要だと思います。だからその全てが欠けてたのかなっていうふうに思ってます。最悪はまあ 0-0 で、120分っていうのも当然頭の中には考えてました。90分で、決着がつければっていうプランも当然並行して考えないといけないっていう、だからこそ前半の締めのとこですね、あそこで失点、連続した失点っていうのが、残念だった。後半からはこう点を取りに行くプランを、まず90分で勝ちに行く、でそれでもなかったら120分戦うっていうプランは一応準備はしてたんですけど、ちょっと崩れたのが残念だったかなというふうに思います。僕が途中から入ってからですけど、チームのコンセプトという形もありまして、引いて守ってももう時間の問題でやられるっていうのも分かってるんで、前からプレッシャーかけて、逆にその出どころを潰すという方向性を僕が変わってから入ってきました。でそれはまあ引き続きやりましたが、ご覧のように長いボール蹴られたりサイドチェンジされるシーンが多くて、まあ、カウンターだったりというのも当然あったんですけど、もう一個出力を出させれなかったなというのは敗因につながったのかなと思います。まあ、昨年苦労して、JV に上げていただいたんですけど、皆さんの声援とご協力のおかげで、今年は1年で申し訳ない結果になったなというふうに、思うし、反省しないといけないところも出てきました。で、まあ、見ていただいた通り、選手個の強さ、質、ベンチワークも含めて、今日は負けだったと思ってます。でそこをやっぱさらに強化していかないといけないかなっていうふうに、その集団でもう一回チャレンジしないといけないなっていうふうに今日感じてます。